どうも皆さんこんにちは。まあウクライナ紛争もね、パレスチナ紛争もどんどん時間がね過ぎて、まあヒズボラを攻撃すると、いろいろこうレバノンの方を攻撃する、で国連の事務所もなんか爆弾が入ったということですね、レバノンのですね。ですから非常にですね、危ない方向へ動いていますね。今回はこれはね非常に危ない方向へ動いて、まあイスラエルもどう考えるかですね、ネタネヤフやりすぎだというね国内の意見もありますけれどもですね、こういったことを含めてですね、やはり戦後というものをしっかりと反省してないんですね、戦後ですか、戦前のね生成過程、シオニズム運動というのは何であったのかと、そしてイギリスの二枚舌外交は何だったのかと、そして、国連のイスラエル独立、イスラエル独立に向けてのですね、このやり方がひどかったということですね、そういった歴史的なものも整理しながらですね、正しいその歴史観にもとに、それから宗教問題もありますしね、民族問題もありますね、ですからそういった、いろんな角度からですね検証していくことが大事なんですね、それを今こうだ今こうだじゃなくて、それあの歴史観、それから宗教観、そして国際法とは何なのかということですね、国際法とは何なのかということをしっかりしないですね、国際関連法、国際道徳法というのもありますね、まあそういった意味で国連憲章もねちょっといまいちですから、国連の見直し、あり方、そういったものもですね、グテーレス事務総長がですね述べておりますけども、まあでもこれからですね、国連を動かなきゃいけない、非常に大きな大きなチャンスなんですね、これをしっかり捉えて逃さないようにしなきゃいけない、大きな大きなチャンスです。それ日本においてもそうです。日本も検証してないんです。日本のさっきの対戦はどうなったと、これをほとんど検証してないんですね、日本も検証してないということはですね、国民に対しての義務、あれだけ大きな犠牲者310万人の、戦後ですね、戦争時代に亡くなられた方に対してのね礼儀ですよね、この検証してこれこうだったった、日本は悪くなかったんだということをですね、悪いことも多少あったかわからないけど、アメリカのねルーズベルトが悪かったんだと、はっきりもうアメリカの元大統領フーバーが言ってんですから、あの気違いがと、マッドマンがね日本を戦争に引きずり込んだんだと言ってるわけですからね、それでマッカーサーもその通りだと言ってるわけですからね、ですからもうはっきりしてんですね、ですからそういった検証をしてですね、この原爆で亡くなられた方にもそういった釈明をしていかなきゃいけませんね、ですから皆さんもぜひですねこの戦後の検証をしていないと、で世界も検証してないんですね、日本はひどいなと思ったら、さらに世界もですねこの歴史というものを検証してないんですね、だからおかしいんですね、あれだけの大きな大きな戦争があったのにかかわらず歴史の検証を国際連合がすべきですけどもしてないんですね、ですから日本もしてないけれども世界もまたさらにしてないと、でまたさせないっていうのもあるんですね、だからさせないっていうグループも結構あるんですね、ドイツなんかもそうですね、あの戦争をねナチドイツが悪かったっ、ね、いろいろありますけどね、相手のドイツにもね問題、ユダヤ問題話したら刑務所に連れてかれるみたいなのがあるんですね、法律が本当におかしいんですね、検証させないっていうのがあるんですね、言論弾圧ですね、日本もちょっとそれに近いものがあるんですね、ですから皆さんもぜひですねこういった歴史っていうものをしっかり紐解く
力を持たないとですね、流されちゃうんですね。ですからぜひですね、この日本の国家がそういった検証総括していないと、統一見解を述べていないということですね。今の統一見解は村田談話ですからね、日本は悪い悪い、あれでちょっとね、子どもたちに失礼ですね。ぜひ皆さん、そういったことでこの検証というものを、日本の総括ということ、歴史の総括ということを十分考えていただきたいと思います。ありがとうございました。